まあ、もうあれが許せないよ。幼稚園、保育園の先生が園児を逆さづりにしたりとか、汚い言葉投げかけて、なんであんなこと起きんだろうね。そのことを校長先生がね、隠蔽しようとするという、そうそう、園児の虐待。どういう人がそんなこと、しかも集団でやれてるっていうのがもう怖いですよね。一人でもまともな人がいたらそれ注意して、改善に向けた何か一歩踏み出せるはずなのに、もう三人とも行かれちゃってるから。これまあ三人だけじゃなくて、その園長先生も隠蔽しようとして行かれちゃってるから、大切な子供を預かる場所で、嘘とか隠蔽とか、虐待とかが始まっちゃったらもう預けられないですよね。そのバスにチェックしないで取り残されて暑い中で死んじゃったとかってもあるじゃないですか。ああいうことになっちゃうのってもう本当にただただ仕事怠慢なんだと思うんですよ。大切な子供を預かってるって意識がないというか。本当胸が苦しくなる。今のうちの次女が2歳ですけど、そんなことされてたと思ったら。市も市でね、市長が対応が遅すぎましたって言ったけど、遅すぎるも何もないよ。3ヶ月、8月の事件を、ようやくこの年のせいになって出して、報告が遅れましたって、あの市長も信じられないよ。さっさと辞めさせるべきだね、あんな市長は。まあ一番悪いのは保育園ですけどね。皆さんも不安にならないですか？お子さんがいる親御さんたちは。で、いろんな幼稚園で、またそういう虐待とか、虐待とかも暴行事件なんですけどね。で、それを隠すからね、すぐ。いや、市長の対応を買ってるんかもしれんけど、遅いですよ、やっぱり。いろんな事情があったにせよ、3ヶ月は遅い。これ、自分が預けてる子供がそうなってた、だって想像してほしいんですけど、市長が園長先生を訴えたっていうのは、まあ確かにね、一歩進んだことなのかもしれないけど、やっぱ3ヶ月はやっぱ、これ、メディアに出したくない、バレないにはどうすればいいかっていう期間にしか思えないんですよ、僕は。だっていつか明るみになるんだから、きちんともうメディアにもこういう事件が起きた、で、何を今後市としてやるべきかってことを、市長はあのタイミングでさっとやるべきだったし、やっぱなんか状況を見守るってことをやりすぎだと思うんだよな、とか、警察介入でしょ、こんなもん。さっさと。まあ、でも市長より悪いのは、保育士です。で、保育士の次悪いのはこの園長先生です。もう全部悪いね、この登場人物が。これ、まあ、保育士のその人たちがやったこういう暴行は、本人がやっぱり罪を償うべきだと思うんですけど、ちょっと視点を変えると、なんで夢を持ってね、子供が好きだから保育士になってるだろうと思うんですよ。最初のきっかけはね、なろうと思ったきっかけは。でも、なぜそういうことをしてしまうのかっていうのが、これ、社会問題として、まあ僕たち捉えなきゃいけないなと思うんですけど、やっぱり給料が安いとか、仕事量が多いとか、責任が多すぎる。まあだから仕事が多いと責任が多くなるんですけど、ここは社会問題として、保育士の方の処遇改善をしないと、また結局起きちゃうんじゃないかなと思うんですよね。これは、介護士の方にも言えると思うんですけど、介護の現場でも、なんとか人のお世話をしてあげたいっていう優しい気持ちから入るんだけど、やっぱ仕事がきついし、給料思ったよりもらえないし、でも責任はあるしっていうので、なんか心が壊れちゃうんだと思うんですよね。あと、モンスターペアレントが、もういろんなことを、教師を追い込んで、教師の心をズタボロにする。でも、ズタボロになる前に手を打って欲しかったですけどね。その一番弱いところに行くんじゃなくて、そのストレスの吐き口が。だからこれはもうこの三人が悪いって言って、何か処罰を与えるっていうだけじゃなくて、ちゃんとこう、社会の構図として、社会のシステムで子供を育てるってどういうことなのかっていうのをもう一回考え直さないといけないと思うんですよね。で、ここに必要なのが政治じゃないですか。だから僕、この市長が3ヶ月間寝かしたことがすごい嫌なんですよ。政治でしか変えられないことがあるのに、この市長は3ヶ月間やっぱ対応を遅らしてるというか、3ヶ月間ずっと考えてたって言われても、行動する力がないとしか実行力がない市長だと思うので、せめてメディアに言えよと思いますよ。こういうことがあったことは。だから政治の方頑張ってほしいなと思うんですよね。みんな頑張ってるに一部の悪い人のせいでみんな悪いになるのが辛いですよね。いや、なってないけどね、それはちょっと勘違いしすぎだと思うんですね。そうなってないですよ。
今回の事件があって、あの3人が逆さつりにして、罵詈雑言飛ばしてってやってる保育士が出てきたら、全員保育士が悪いんだってなってる？なってないよ。これなってると思ってる人は、なんかそのコメントだけ1個見て、なってるって思い込んでるだけですよ。そうじゃない。それはもうちょっと幅広く情報を仕入れた方がいいです。そうなってないから、世の中。逆になんでそう思ったのかですね。保育士が悪いものになってるっていう。どこのデータで、どのぐらいの、そのパイ、分母がどのぐらいだったのかって。その保育士さんだから、今回のことダメだって言ってるわけじゃないじゃん。あの3人が悪いって言ってるだけよ。で、あの3人の仕事は何なの？保育士って言ってるだけ。これしょうがない。その仕事は何なのかって、やっぱ報じないと、それはニュースで保育士がってやっぱ出ないといけないと思うんで。ただ、鉄オタが線路に入ったとかの鉄オタは俺いらないと思うんだよね。カメラで電車を撮ろうと思った男が、で、線路に入って撮ったなんだけど、ここに鉄オタって入れたがるじゃない。それと今回の保育士は全然違うと思うんだよね、俺は。鉄オタを悪く見せようとするメディアのまた作り方があるんじゃない。あれは鉄オタの人がいい迷惑だって言っていいと思うんですよね。だって鉄オタが悪いみたいになるから。ちょっと何言ってるかわからない。マジかよ。こんだけ噛み砕いてわからないか。俺の不徳の致すところです。チャンネル登録よろしくお願いします。